回だけでいい再生ノート、いちいち通知から閉じるのが面倒なんだよね。ああ、わかるわかる。自分で使っててそうだったわ。そうだった。今だった。あ、これは知られてないやつ。また自分用の隠し機能を。いやいや、マニュアルにも更新点にもあるから。そんなとこ見る人いないでしょ。あ、めんどくさ。ってなった瞬間に教えてよ。こっちとしてはその瞬間買い作るのか教えてほしいよ。そんなわけで今回はさっとパネルを閉じる方法です。さっと教えて、ミドル。長押しコマンドで閉じるだけです。は、遅くない？長押しして選んで、あとこれ選んだのがずれないように指を離すのが地味に面倒。じゃあこれで。うん、今何やったの？チート。自作アプリでチートってなんだよ。パネル設定の長押しコマンド順でこの右端のボタンを押すと。何これ、知らない。そのコマンドを使うフリック方向が出てくるので、好きなのを選んで適用。好きなのと言われても。そんで長押しメニュー出してからフリックすると、そのコマンドだけ選べるってこと？そうそう、その向きに一つだけセットしておけば他のコマンドにはならないから。あ、どれだけ動かしてもずれないんだ。長押しメニュー地味に便利なんだけど、長押ししたまま指を動かして離す位置まで気を使うのが。話が長い、またね。長押しコマンドの閉じるに向きを設定。普段パネルを置く位置に応じて設定し、あとはパネル閉じたいときに上ボタン長押ししてフリック。やっぱり閉じたくないときは指を上ボタンのとこまで戻してくだ。以上。あ、はい、以上です。こんな感じのチップスを探偵でいくつか挙げていきます。あんまりネタはないですけど、リクエストとかあったらコメントで。そもそも誰も見てないので多分すぐ終わります。あまり知られてない設定とか、マニュアルで分かりにくい機能とかをこれくらいの短編で軽く触れる感じです。